今回は渋沢栄一の名言10選4をお届けします。夢なき者は理想なし、理想なき者は信念なし、信念なき者は計画なし、計画なき者は実行なし、実行なき者は成果なし、成果なき者は幸福なし、故に幸福を求むる者は夢なかるべからず。一個人がいかに富んでいても、社会全体が貧乏であったら、その人の幸福は保証されない。その事業が個人を利するだけでなく、多数社会を利してゆくのでなければ、決して正しい商売とは言えない。お金をたくさん集めて、たくさん使うことで社会を活発にし、経済の発展を促すのが良い。お金持ちはよく集めると同時に、よく使わなければならない。大金持ちになるよりも、社会万民の利益を図るために生きる方が有意義である。日本では人知れず良いことをするのが上である。自分の責任はもちろん、他人の責任までも負うことが武士道の真髄とされる。限りある資産を頼りにするよりも、限りない資本を活用する心がけが肝要である。限りない資本を活用する資格とは何であるか。それは信用である。数字算出の確固たる見通しと、裏付けのない事業は必ず失敗する。有望な仕事があるが資本がなくて困るという人がいる。だがこれは愚痴でしかない。その仕事が真に有望で、かつその人が真に信用ある人なら資本ができぬはずがない。愚痴をこぼすような人は、よしんば資本があっても大いになす人物ではない。世はいかなる事業を起こすにあたっても、利益を本意に考えることはせぬ。この事業は起こさねばならず、かの事業は盛んにせねばならずと思えば、それを起こし、関与し、あるいはその株式を所有することにする。反対者には反対者の論理がある。それを聞かないうちに、いきなりけしからんやつだと怒っても始まらない。問題の本質的な解決には結びつかない。今回は、渋沢栄一の名言10選4をお届けしました。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと今後の励みになります。